エキスポ70パビリオンは日本万国博覧会の記念館である。この項目では当館の前身であり、大阪万博のパビリオンであった鉄鋼館についても解説する。大阪万博40周年を記念し、大阪万博のパビリオンの一つであった鉄鋼館を改修し、2010年3月にオープンした。館内には約80品目。 約3000点の資料が展示され、鉄鋼館のみならず、大阪万博全体を忍ぶことのできる施設となっている。1階が無料ゾーン、2階が有料ゾーンとなっている。従来、万博の記念館としては、教会本部別館を転用し、1972年3月にオープンした日本万国博記念館があった。その後、1992年に、 日本万国博記念館は改装されて、生活誕生館ディリパとなり、その2階にエキスポ70ホールが設置された。エキスポ70ホールは、エキスポ70パビリオンにバトンを渡す形で2010年1月に閉館となり、生活誕生館ディリパ自体も2014年9月に閉館し、万博当時から残存する施設であった、教会本部別館は解体された。 日本鉄工連盟が出展したパビリオンである。テーマは、鉄の歌。多くのパビリオンとは異なり、高級利用を想定して建設された。ホワイエには、風光の振り子を模したペンジュラムや、工述する楽器彫刻が展示されていた。施設の中心は、音楽堂のスペースシアターであり、竹光徹をプロデューサーに迎え、特殊スピーカーを用いた、録音音源の放送や、 後日の楽器彫刻による演奏などが行われた。万博閉幕後、鉄鋼館は将来の芸術センターのコアとして利用すると定められた。続く1980年3月の万博記念公演第二次整備計画においては、国立産業技術史博物館を構成する宇宙映像館として活用することが想定されたが、そのいずれも実現されることはなかった。 一度は撤去も検討され、2006年7月に策定された万博記念公園将来美女において万博記念館として活用されることが決まり、2010年3月にようやく日の目を見た。一方、国立産業技術史博物館に展示予定の資料、約2万3000点が屋内に保管されていたが、2009年にその大部分が廃棄処分された。 スペースシアターステージの全集を観客席が取り巻く配置の館内ホールである。スピーカーは総数820台1008個。スピーカーユニットの設計は NHK 放送技術研究所である。鉄鋼館で放送するためにクロッシング、エゲン、響き花場が作曲された。これらの音源はスペースシアターエキスポ70鉄鋼館の記録と名付けられた。 LP レコードとして残され、CD 化もされている。これらの作品は、万博会期中は13時から21時まで1時間間隔で上演が行われ、演奏と同時に、宇佐美刑事によるインスタレーションエンカウンター70が上演された。また、竹光はここで1970年8月21日から24日にかけて世界各国から作曲家を招き、 ミュージックトゥデイと呼ばれたコンサートシリーズを主催した。この構想は西部劇場の今日の音楽というシリーズに受け継がれ、長らく現代音楽の紹介の場として活用された。大阪万博で建設が構想された音楽堂は、この鉄鋼館の他にドイツ館と未館に終わった大原立体音楽堂がある。エキスポ70パビリオンとして再オープン後は、 ホール内に立ち入ることはできないが、通路より、ガラス越しに眺めることができる。また、当時の上演を再現した演出もなされる。楽器彫刻とは、フランス人彫刻家のフランソワ・バシェと、その兄ベルナール・バシェにより考案されたもので、ガラスのリードを手で擦ったり、鉄の棒で叩いたりすることで音を発する。大阪万博に際し、バシェ兄弟は竹光により、日本に招かれ、 計十七期の楽器彫刻を制作。それぞれの楽器には、川上ホーンなど、制作女子にちなんだ名前が付けられた。竹光はこれら楽器彫刻のために、式を作曲し、1970年8月に、スペースシアターで演奏を行った。ただし、本来4名の奏者で演奏されるところが、出演予定の2名が来日できなくなったため、山口安則とマイケル・ランタの2名のみによる、 演奏だった。翌1971年には本来の形での録音を行っている。万博終了後、音楽彫刻は長らく倉庫に放置され、2012年の時点では錆びたり解体された状態にあった。2013年にはバルセロナを拠点に活動する音楽研究者、サウンドアーティストであるマルティルイツにより、川上ホーンと高木ホーン2機が復元され、 2015年にはルイツと京都市立芸術大学の学生との共同でカツラホーンと渡辺ホーンの修復を行った。川上ホーンと高木ホーンはエキスポ70パビリオンのエントランスに展示されている。ありがとうございます。